はい、明日はこれからのコーナーです。今夜の予定見ましょう。エディピック統計が22時15分、ISM 非製造業指数が12時0時ですね。あと、米中物価があります。ダラツリーの決算表があります。というアメリカの予定でした。5日、アメリカ1月の製造業受注が0時発表。あと、OPEC 総会あります。原油価格、どうなる?コストコホールセール決算表あります。国内決算表、積水ハウス、日本ハウス、ラクーン、アルチザですね。やっぱこの日は注目はね。アルチザネットワークス。まあまあ下がってきている頃合いだと思いますんで、あとトップカルチャーありますが、まあとりあえずアルチザ。行ける価格帯だったら行きたいですよね、こんなもんね。アルチザ。まあでもそこまで下がってないっちゃそこまで下がってないのかっていうか、もう上がって、まあまあ戻しちゃってるかっていう感じで、まあ小型の、ね、こう期待の高いところはここ数日まあまあ買われてる向きがあるんで、今日60円だか1227円、 5% 上昇、ね、そんな感じですけど、ちょっと仕込めれば仕込みたいなという感じです。そんなに値が下ってわけでもないね、1227円だったらっていうこともありますんで、ちょっと期待したいなと思ったりしております。前の時クソほど下がったしたっけね。 5G 関連の貢献が薄い。なるほど、まあ、そこが期待薄だったから、この前回の決算というところでは急落したっていうことだったんですかね。あんなところあります。まあ行くんだったらここだろうという感じですね。まあ前回やられた分、今回はちょっと期待したいなっていう感じですかね。というところでした。明日の個別材料を見てまいりたいと思います。まずは大東グループホールディングスでしたかね。業績が発表ありました。20年1月期ですね。営業利益28億9300万円で着地でした。前期比 52.3% 減益。今期がどうなのかっていう話ですよね。どっか行っちゃった。諦めますよ。今期も減益予想、なんか全然厳しいですね、大東ね。そうか、残念です。 T ライフ、カーメキーの業績アップやりました。営業利益2億5700万円着地、前年同期 42.2% 増となりました。これはなかなか良さげ。続いてグリー、自社株買い発表してます。発行済み株式数の 2.2% 2.2% 500万株を上限とした自社株買いです。まあゲーム銘柄結構ね、巣ごもり関連みたいなことで注目されているので、明日火がつくかもしれないですね。フーバーブレイン、エルテスとテレワークを推進する製品サービスに係る業務提携を行ったということであります。フーバーブレイン、こんな感じですね。あとエルテス、こんな形です。タオカ化学、三菱ガス化学と光学樹脂ポリマーの原料モノマーの合弁会社設立を検討しているという発表がありました。まだ検討段階ですけどね。続いて、内田エスコ、20年7月期業績予想の修正です。まあ、今日決算発表でしたが、もう第1クォーターから、もう進捗 100% を超えるという状況でしたけど、業績アップ修正しております。営業利益の予想8億3000万円から13億に上方修正。1.3% 増益の見込みから 58.6% 増益になるということなんですが、どうなんでしょうかね。そんなもんっていう感じはちょっとあるんですけど、物足りなさ出ちゃうじゃないかなと。やっぱそうですよね。今日、まあ、EPTS 今420円安になってます。なんかそれじゃちょっと物足りないなっていう感じですよね。でした。続いて、ハイデヒダカ。2月既存店売上高が発表になりました。前年同期比 4.7% 増ということで、1月が 0.8% 増だったんで、まあ、こうちょっと切り返すきっかけになりそうな感じじゃないですかね。2月、そんなに悪くなかったですね。
して 3D マトリックス、新規自己組織化ペプチド配列の組織閉塞に関するアメリカの特許を取得したということだそうです。なんのこっちゃ。物産、三井物産、自己株、自社株買い発表です。発行済み株式数の 1.8%、3000万株を上限とした自社株買いの発表です。続いて、内田陽子。20年7月期の業績予想の修正。まあ、内田エスコが良かったんで、その恩恵を受けてるってことも多分にあるんですけど、営業利益の予想で39億円から58億円に上方修正に、前期比 2.3% 増の見込みから 52.1% 増に修正だそうです。どうでしょう、こっち。ああ、もうこっちも BTS 一応下げてますね。そんなもんっていう感じ。第1クォーターから、まあ、内田陽子も第1クォーターから 90% ぐらいの進捗になったんで、第1クォーターからそんな調子いいのに、そんなもんっていうことになっちゃいますよね、それはね。で、かつ第2クォーターが減益なんですね。減益じゃないか、赤字なのか、になってるんですね、内田陽子ね。まあ、だからそのがっかり感はちょっと拭えないですよね、正直ね。内田エスコの方は現役にはなってないですが、やっぱりちょっと物足りないですよね。もう違うか、進捗 100% 超えてるとか言ってました。全然嘘でした。70% でしたね、第1クォーターでね。で、第2クォーターのところに 78.2%、 ちょっと伸びが悪かったねっていう部分はあるかなと思うんで、まあしょうがないですかね、という感じでした。マーケットの方見ていきましょうか。ヨーロッパの時間ですね。今6時50分です。まあまあ堅調かな。先物も上がっているし。ヨーロッパ、そうですね。全面高ぐらいですけど、ロシアだけ 0.57% マイナスですが、イギリス 1.4% プラス、ドイツ 1% プラス、フランス 1.25% プラス、まあ、あと、まあほぼほぼ全部プラスです。ドル円107円40銭台になってきておりますが、もうちょいね、もうちょっとあんまり動かないですね。ニューヨークダウ先物26,422ドルですので、現物終値が25,917ドルでしたから、ここから500円ぐらいまた戻せるかなっていう、そんな状況ですね。まあ戻してほしい本当に。まあ昨日700ドル安くらってますんでね、そこをちょっと取り返しに行きたいですよね。まあそこ超えて、まあ1000ドルぐらいまたプラスまでいければ、一旦そこ見えたのかなっていうね、本当に、あ、じゃあこの辺がそこだったんだなっていうことを確認できる形なのかなと思うんですが、ちょっとどうかな。日経金先物ちょっと重たいというか、なかなか買い進まないです。40円高、21,170円です。まあこの辺の戻りの鈍さが日本株って感じなんですけどね。なんとかしてくれ。本当に。なんとか戻ってくれ。そんな感じです。まあ、水曜日はあと木金。なんかあんまり週末やっぱりまたぎたくないので、明日あたりしっかりしてくれると雰囲気だいぶ変わってくるかなと本当にね、思うんでね。なんとかなってほしいなという形であります。まあ、さすがに今夜、なんかこれ以上、まあコロナの影響は分かって、ある程度数字になってね、いろんな指標とかいろんな数字に現れてきてるのも分かったよと。で、まあもう暖かくなってきてるし、ちょっともう3月入ってぼちぼち収束するっていうことなんじゃないのっていう期待はありますよね、やっぱりね。という、ところであります。どうなんかな、それだから、その皆さん大好きなボリバンとか見たら、やっと、ああ跳ね返ってきそうだねみたいな感じになる。なんかちょっとまだなんともいいね。オシレーター的にはちょっと RSI で言いますか。まあやっぱ低いな、低い。低い。今10位、なんぼですか今日。 10.26 です、 RSI が低。
まあ、売られすぎ水準なんか、もう完全に売られすぎ水準なんですよね。指数でやっぱり30割ったら割安だ。10とかっていうのは相当やっぱ低いんですよね。まあ、普通じゃないことが起こるのが日本株なんだよ。ストキャス。なんかあんまりこんな、なんかちょっと騙しが多そうなストキャスなんでね。まあ、これも割安なら間違いないでしょうからね。ちょっと、押し入れた見ちゃうと、なんか、まあ割安だなってのはわかるよって、そんな感じにしかならないですかね。という、ところで、なんかあんまり、いい、あれがね、話がねえなっていう。まあなんとか2万、また2000台とか3000台とかちょっと戻してくれないと、動き出せないですよね、なかなかね。ちょっと安心したい、ですよね。うん、まあちょっと頑張って、まあ個別の材料を追っかけるしかないんでしょうね、きっとね、まだまだね、というところなんで、まあ今週いっぱいちょっと不安定なところ続くと思いますが、頑張っていきましょう。ということで、以上、静かですから明日はこれを変えでした。